皆さんはじめまして、宮前もかです。愛知県一宮市に特徴的な形をした展望塔があります。ツインアーチ138、高さ138メートルの展望タワーです。周囲に山や高い建物がないので、高さ100メートルの展望台からの眺めは素晴らしいです。過去に撮影した写真をご覧ください。タワーの周りには公園が整備されていて、138タワーパークと名付けられています。今回はこの公園を取材しました。それでは車載動画からです。さて、新人の私一人では心もとないとのことで、頼りになる助っ人に来ていただいてます。私と同じ高校2年生の東北ずんこさんです。皆さんこんにちは、東北ずんこです。もかちゃん、今日はよろしくね。ずんこさん、こちらこそよろしくです。さて、駐車場に入ってきましたが、タワー近くに空きがあるでしょうか。近くは絶望的ですね。こうなるともう1周回って遠くに止めるしかないですね。よかった、空きがありました。到着しました。何度見てもこのタワーは特徴的な形です。4本の太い足で支えられているので安定感はありますけどね。実はこの展望台、風の強い日は案外揺れるんです。船に乗っているみたいにふわふわして変な感じなんです。うわ、登るときは風の有無を確かめないと。そうよね。でも今日は風はないけど、時間もないので展望台はパスします。ちょっと残念ですけど、別の機会を待ちましょう。今日の動画撮影はインスタ3601RS に 4K ブーストレンズを取り付けています。ジンバルも併用して画面を安定させてます。タワーの根元を回り込んで裏側へ行きます。まずはバラ園の方へ行きましょう。バラの花、咲いてるかな。左の芝生広場に隣接してあるようです。見えてきたようですが、バラの花はあまり咲いてないようですね。ある程度は咲いているけど、感動するほどは咲いてないです。でも天気が良くて気持ちいいね。そうですね、空の青さが気持ちいい。そうよね、カメラの特徴も大きな要素ですけどね。インスタ360は無理のない鮮やかな色調で好みです。
この先にコスモス畑があるはずです。行ってみましょう。前方がコスモス畑ですが、まだ早すぎましたね。ほとんど咲いていないようです。少しだけ咲いてますね。でも予想してたより規模が小さいのが残念。タワーをバックにうまく構図を決めれば映える写真も撮れそうですね。密度は薄いですが、コスモスの写真を撮ってみました。こちらの一角はキバナコスモスみたいですね。木々の間を歩く空中回廊、樹幹回廊できました。高い位置からの眺めはまた違った味わいです。あそこに水場がありますね。夏は子供たちが遊べそうです。戻りましょう。あら、ヒガンバナが咲いてますね。近くに行ってみましょう。
彼岸花はそろそろおしまいですね。今日は他のところへ行った帰りで時間があまりないので、公園探索はそろそろ打ち切り、引き返します。途中で不要の花が綺麗に咲いていました。ちょっとだけ撮ってみたのでご覧ください。当チャンネルは名古屋を起点としたお出かけ動画や観光案内を題材として、音声合成ソフトによる愉快な会話で構成し、視聴者様と共に楽しめる動画を目指しています。この動画を気に入ってくれたら高評価ボタンをポチリとしてくださいね。チャンネル登録していただけば最新の動画などにアクセスしやすくなりますし、嬉しくてさらに頑張ります。ぜひチャンネル登録してくださいね。今回の担当は宮前もかと東北ずんこでした。最後までご視聴ありがとうございました。完成なままで突き進むあてもないから。